クエストタイムアタック大会終了後、会場では劇団ひとり出演のモンスターハンターポータブルセカンドの CM が上映された。ちょっと小島君ちょっと来て。ちょっと何今の。マカリって最高。ちょっと出しなさいよ CM。 あなたプランナーでしょ。プランナーじゃできないんで、ちょっと上の人呼んでいいですか。あ、卑怯やな。なんかあったら上か。またも CM 出演が叶わなかったことに腹を立て、プロデューサーの辻元さんに直談判をする平井さん。まあ結局はいつものクエスト勝負なんですけどね。あれ、ところで相方いないけど大丈夫？そう、みんなで力合わせましょうね。このな、絵はこの3人でいきましょう。じゃあもうやっちゃいますか。うん、そうですね、やっちゃいますか。やりましょう、やりましょう。待て待て待て。なんやこの音楽は。なんや。待て待て。よしこら。なんや、よしこらってなんや。待て。何がや。なんで俺なしで話を進めとんねんお前。あーちゃん、お前あーちゃんジャージまで作っていっとんねんお前。背中は背中じゃないですかこれ。え、背中お前電光石火とか。欲しい君。変なよ。しかもあーちゃんのテーマまで用意して。これ何の歌やねん。せやけどあんたほんまええな。何がや。ゲーム下手でここまでしてもらえて。今こっちのチームでやる言うてんねんからもうやめて。あかん。何があかんねん。大丈夫や、心配せんよ。ちゃんと仲間連れてきた。は？おー、紹介しましょう、このお二人です。どうぞ。どうもって書いてる。いやほんまにアーチャンズ。アーチャンズになってますよね。当たり前、めちゃめちゃアーチャンズや。これお前3人だよお前。あれお前ちょっと今日暗い違うか。明るいよ。明るいよ。よかったよかった。明るい明るい。出たお決まりのギャグまで。でこれでいけるやろ。やらしてもらいますよ。だってアメさんにとってもいいでしょ。これ勝ったら CM は決まるでしょ。そう、俺らなんて別に勝っても何も決まらないんだから。そうだよ。あ、うちの相方をじゃあモンスターの方で出してください。そのままリアルでね。ほんまや、ヤツブランゴや。ヤツブランゴ、牙とかうまく使えるようになってるから。はい、いっぱい飛ぶやつ。え、なんなん、ほんなん電光石火チームなのこれ。当たり前、そんなもん電光石火や。ほらな、これ見よう違いますよ。で、電気漫画って。わっ、電気コミックや。電気コミック何を直訳してこれとんのお前。ほんまにやりましょうよ、ぜひぜひ。よしよし、これでやろう。ほんなやりましょう。よし、これでやろうよ。ぜひじゃあお願いします。ありがとうございます。よし、今たちさんがかなりやり込んできたらしいよ。まあダチ君がいるから、はい、結構ね、ちょっとね、でもクリアされたら困るな、でもな、うん、あーなんかね、ね、3出さないけない。まあでもね、チャレンジしてもらいましょう。出さないけないって。土俵がもうおかしくなってるじゃないですか。もう絶対、絶対勝てない。ただできるね。ただ俺らもなんか意外とそこ強く言われへん。アベザレの嫌われようがお前。じゃあせっかくなんで、あの特別に用意したクエストの方を、はい、はい、そちらの方でプレイしてもらいましょうか。よっしゃ、行きましょう。行きましょうか。はい、ドスか、ドスランポス。あ、見とけよ。おー、かっこいい。わ、すげえ、これ。あ、俺なんか持ってる。ザリガニ背負ってる。ちょっと待って、撃つね。はい。これでもか言うてた。今立ちよ。今立ち。あんたどういう格好してんねんそれ。T シャツにふんどしやぞ。ちょ待って、やつい見せるわ。黒やつい怖いぞこれ。男らしいんですよ。お前根本のキャラと全然違うねん。おお。だこれ。これいいね。これでもか言うてるやん。あ、これさ、平井君もじゃあなんか喋んでしょ。いや。いや。いやって
ってないやつ。何それ。力ないやつ。やーやーやー言ってる。なんで？そろそろモンスターに会いに行ってほしいな。行く。さっき行くよ。ナチと取ったの。ちょっと待って待って。ついてきて。ちょっと開いて待ってや。辻元さんの言うことを素直に聞いて移動する平井&あーちゃんず。しかしここでリーダーの柳原が何かに気づいたようですが。やつお前地図持ってんやないの。何してんねん。地図取ったはずやで。こっちから取ってんやないか。お前あーちゃんやな。やっと言えた。なんかいますね。クックがここか。これ。あれ余裕ちゃう。いっぱい。あ、なんだこれ。え、これ。なやなや。おお。ジガレックスはね、動いてきました。あかん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 。やばいやばいやばい。なんじゃこいつ。やばいやばいやばい。ちょっと待って待って。武器出せない。これはきついやろ。武器出せない。どうやって。ほんと取れてる。動けない。やばいやばいやばい。やばい。うわ、こっち見てる。あ、危ないですよ。なんやねこいつ。何なの。初めて見たよ。セカンドで。ああ、セカンドのせっかくなんで新しいモンスター。ああ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 あ。めっちゃ強いや。いやーすげえな。なんや、手長いわ。何やこれ。うわうわうわ、きっつ。これやばいやろ。こっちも、あーかかか、こっちもすぐではないね。何や。初めてね、このゲーム上のキャラクターね、画面出してるんでね、やってほしいですね。あかん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 。うわ、回る？まだね、こいつ怒ってもないですよ。まだ本気出してないですね。くそー。うわ、飛んだ。これ、なんか飲んどかなあかんやん。落ちてくる？あ、移動か。飲んだね。あ、このまま？うわ、きつ。どうしよう。ちょっとなんか作戦考えリーダーな、リーダーあーちゃん。あーちゃんなわけねえだろ。あ、お前もあーちゃんやろ。じゃあ平井についてきて。今おるよ、頼むぞ平井。おう、じゃあエリア8に行きます。あ、めっちゃ早いな。やっと追いついたけど、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。レックスはね、まだ本当に追いついたか。もうや、もう。あ、これか。いや、違います。ゴログっていう、トドロクリュウって書く名前の通りです。危ないですよ。これが危険なんで。なんかドリフトしてんぞ、こいつ。やばいやばいやばい、なんか。あ、危ない。うわ、ライマの。きついなぁ。どっちにしても勝てる自信が全くないんやけど。おーい、さらにさらにさらに、危ない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 、尻尾に当たる、尻尾に当たる。あーちゃんがやばいよ、こんなの勝てねえよ。どこだ。なんちゅう動きすねえな。来て。ディフレッシュ、行け、早よ、早く、マリオだ。怒りましたね、ディフレッシュ。
怒った？危険ですよ。やばいよ、やばいよ、やばいですよ。うわー、早いよ、動きが。やばい、やばい、やばい、やばい。あ、まだ来るか。これはちょっと赤もう全然分からへん。ちゃんと赤んが、あーちゃん、あーやつに向かってる。え、赤ん全然分からへん。もう危ない、あ、危ないっすよ。怖いわ、もう無理無理無理。こっちに来てる、こっちに来てる。回復してこっち見てんの分かってんのに動かれへん辛さ。俺よう怒られんのよあれで。誰にですか？嫁に。俺もさっきずっとドリンク飲んでたんだけど。飲んで飲んで言うて、ほんで飲んだら飛ばされ、飲んだら飛ばされ、この辺にチラチラ顔出たんね。尻尾とかめっさ怖い。汗だって。だから遠くから狙えるやつなんでしょ。そう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 。何接近戦行ってんの。こんなもんで何接近戦行ってんの。こっち、あー、よっしゃ、標準が青だ。ほんでそれ合わしながらやな。よっしゃ、終わったぞ。わ、ここは丸ボタンが三角適当に押したら飛ぶやろ。なあ、終わったぞ。あれ何狙とんねん。もうあかんよ。だからあれどんだけ離れても見んねんもん。俺がってこうドリンク飲んでたらこうみたいな。あいつなんなん。ものすごい遠くから見てくる。こうあんなヤンキーおらへんのよ。いやいや、ヤンキーより立ち悪いよ。めっちゃ遠くからです。普通のヤンキーでもそばでてんよ。ほら言うたら何見とんねん。もうあいつちゃうもん。もう飲んでても何飲んだんねんこれ。隣町ぐらいからもんな。ほんまそうよ。何あれ、ヤンキーもっと綺麗に走るもん。あいつもうドリフトしてたで。うわー言うて。そうそうそう、今たちがずっと前線でたまに見たらヤツイが叩いてんねんな。やってたでしょ。やってた。俺もマップないながらも、マップないながらもな、頭上の視点でずっと動かないからさ、もうこの辺しか見えてないよ。でちょっと影見えたらあってやってたの。カメラがね、動いちゃったんですね。そうね、ものすごいあーちゃんの素質あるよ。だって地図持ってないよ。俺取ったんですよ、地図を。バッペって取ってないやん。取ったんよ。したらなんか取られたよ、誰かに。そんなないよ。取られたらしい。なんで返せって言ってたよ、ずっと。なんですぐ呼んで。余ってたわ、一回。平井ちゃんが持ってったよ、絶対あれ。なんでやねん。俺、一冊だけやって、歩き方持っていったの。歩き方はみんな…最初の白いやつでしょ。そうや。俺、取ったって、あれ、パッて。取ってないやん。お前ら取ってって、どっちかが取ってったやって。お前ら、お前、あーちゃんか、お前。第2のあーちゃん。面白いわ。面白いな。ちょっと、ね、結果はね、まあそうです、失敗でしたね。結局失敗ですね。ちょ、次まで練習しよう。しよう。もう一回じゃあチャンスは。じゃあもう本当にチーム組んで4人でちょっと考えようよ。回復系と。そう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 。でも絶対遠距離ダメだから。そうね。ちょっと待ってよ、恋愛ベタみたいに言うなよ。遠距離恋愛。会えないと嫌な人だから。次は言っとくけど負けへんからな。そうだぞ。待ってますよ、次のじゃあ挑戦を。よっしゃ、はい、その時はよろしくお願いします。お願いします。次は嫁連れてくるからな。おお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 お